自主の精神が国と国民を繁栄させる。国の政治について議論をすると、ある者は国民を主権者とすることが正しいと言います。ある者は議会で協議された法律に従うことが正しいと言います。しかし、自主の精神とは何かを論じなければ、どれも真の政治の道であるとは言えません。自主の精神とは何かを述べたあるスピーチを紹介します。私は今ここで真実を語りましょう。産業の発展は国民自身の力によるものです。国民が勤勉に仕事に打ち込むことによって、我が国は現在のような発展に至り、繁栄の光を発している。これは未だかつてないほど素晴らしいことであると私は考えます。しかし、私たちは現状に満足してはいけません。我が国の国民はすでに一定の発展を成し遂げています。ですから、これからは怠惰に陥ってはいけません。忍耐強さを発揮して、ますます発展すべきなのです。我が国の人々が熱心で勤勉になれば、今から短期間のうちに、私たちはますます快適さを得ることでしょう。ますます幸福を享受することができるでしょう。ますます自主自立の権利を得られるようになるでしょう。また外国の人々に負けないくらいの幸福と幸運を享受できる日を迎えることでしょう。これこそが私が最も強く望んでいることなのです。